久しぶりに手を引いて親子で歩ける嬉しさに小さい頃が浮かんできますよお母さん。ここが二重橋記念の写真を撮りましょうね。優しい変わった兄さんが田舎の話を聞きたいと桜の下でさぞかし待つだろうお母さん。あれが九段坂あったら泣くでしょう兄さんも。さあさあ着いた着きました。他社で長生きするようにお参りしましょうよ。観音様です、お母さん。ここが浅草よ、お祭りみたいににぎやかね。